はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は踊るドラゴンキャッスルのイベントが、まあ自分ある程度終わったということで、まあシナリオとかの感想戦いろいろとやっていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。というので、まあお話ししていくんですけど、まあまずシナリオ面ですね。シナリオ面に関しては正直ね、めちゃくちゃ面白かった。ガチで面白かった。やっぱ魔法使いの箱っていうね、そのコンテンツがある中で、まあやっぱりそんなにメインであったわけじゃないんですよ。なんかまあもう言っちゃ悪いけど、今のこと考えると今の時代に絶対更新されないだろうっていうやつが普通にポンって出てきたんで、いやこれ FGO で見れるの嬉しいなっていう気持ちにガチでなりました。でそれぐらいにね、今回のイベントはやったーっていう感じです。普通に話読んでて面白かったなーって感じ。まあただね、なんかね、シナリオのね、ボリュームがね、ちょっと短く感じたのは俺だけかなって感じなんで、もうちょっとシナリオのボリュームあったりとかすると、ハトさんは個人的にハッピーだったなーっていうぐらい、まあほんとそんな感じですね。で個人的にね、ちょっとね、俺話ね見ててね思ったのが、ライターさんちょっと違うんかなって感じ。ライターさんが、でこれなんでかっていうと、FGO って人事修復するんですよ。ただ今回シナリオで人事修正ってずっと言ってたんで、人事修正なんだ、なんかいつもと違う感じが個人的にするなと思ったんで、なんか新しいライターさんかなんかいろいろとあったのかなと個人的に思ったりしております。というので、まあシナリオ面に関してはそんな感じかな。話面白かった、シナリオライターさんちょっと変わったのかな、ボリュームもうちょっとあってよかったのよって感じ。そして2つ目なんですが、まあ日々地下とか、まあ新しいレイですね、キヨヒのレイです。まあまずキヨヒのレイ、これ普通にいいね。まあ乙姫として実装してくれたら個人的にもっとハッピーだったんだけど、まあキヨヒメが乙姫になってるっていうのもそれはそれで面白いって思うし、まあ乙姫が実装できない理由っていうのもちゃんとね、あのいろいろと描かれていたんで、そこ考慮した時にまあ普通に、あ面白いな、見ててよかったなーって個人的に思います。まああと最終再臨普通にね、綺麗なんで、おーいいなーっていうのもあったりします。で次、日々地下ですね。まあ、日々地下に関してはね、正直ね、良すぎる、良すぎるんだよ。第1好き、第2好き、第3好き、第4最強みたいな感じで、もう全体的にね、良きって感じがする。素晴らしいっていう感じだね。まあ個人的にね、この第二サイリンのね、この服装俺めちゃくちゃ好きなんで、これめちゃくちゃ押していこうっていう感じなんだけど、なんか全体的にね、日々地下良かった。本当にキャラクターとしても立ってて、うわーいいなー、面白いなーってなったし、やっぱイソラですね。あのここ見えるかな、この下っ側スカートの下にイソラがいるんだけど、イソラもイソラでいい味出してたし、全体的にね、なんか見てて、シナリオ見てておもれえなーっていう感じになった、ガチで。で性能的なことも言うと普通に満足した。正直アルタアイゴの中で言うと、俺はね何度も言っているんですが、普通に一番使えるんじゃねっていうぐらいに、アズムん、まあイソラですね、がいいなーって思ったんで、まあ普通にこの子優秀かなーっていう感じ。本当にホーグレベル2にしたいんですけどね、この後の周年のことを考えると深追いできないので、ぐぬぬぬどうしようって言って今悩んでおります。というので、まあキャラクターに関してはこんな感じかな。まあ深いことはそんなに話さないんですが、普通にキャラとしても良かったし、シナリオ読んでた上でもキャラが立ってたし、最終サイリンとかサイリンエとかも全て込みで良かったということで、ここも満足しているという感じです。ただ一つあれだ、不満点があったわ。マジでなんで最終サイリンできなかったのっていう話だね。あの今だから普通に最終サイリン、まあ第3サイリンまで解放することできてるんですが、なんか知らないけどエピローグ読まないと最終サイリン、第3サイリンまで解放できないんですよ。これね、正直ゴミだと思った。本当にもう言葉濁さずに言うゴミって感じで、これさ、テスカトリポカとか他のキャラクターとかだったら最終サイリンはすることできるけど第3サイリン見れないよとか、スキル名ちょっと隠されてるよとか、いろいろあったんだよね。
ただ今回は完全的にレベル70で止めますってやったから、おい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 、ちゃんとしてってなったね。で、やっぱさ、もうすっげえ当たり前のこと言うけど、こういう新しいキャラクターが出てきた時に、どういう性能かを調べるのってめちゃくちゃ楽しいじゃないですか。まあ、もしくはこのキャラクター強いのかなとかね、いろいろ考えたりするのが楽しいっていう話になるとは思うんだけど、それができないんですよ、この子に関しては。なので、正直、なんかいろんな意味で、なんかそこ止めた理由は正直わからんなーって感じで、シナリオを読んだ上でも、いや別にわざわざ第三サイリンで止めるじゃなくて、あれシナリオを読んだ後に第三サイリンが解放される、最終サイリンが解放されるっていうデスカトリポカ形式でもよかったのにって俺は思っていたので、正直そこだけが、まあ、キャラクター的なことを言うとマイナス点になっているところかなと個人的に思います。で次、まあ、今回のイベントの内容ですね。まあ、報酬面のことをお話すると、これはね、マジでうまい。ガチでうまい。だって補充するだけでさ、勝手に素材が溜まっていくのよ。で、ぶっちゃけ、まあ、これ以降、俺が FGO しませんってやったとしても、素材が勝手に入ってくるって、めっちゃよくねって感じなんで、本当に美味しい。マジ美味しいです。まあ、ただ、超大量に素材ゲットできるっていうよりも、まあある程度素材ゲットできるっていう感じなんで、まあ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 、そのことを考えるとそこそこ良かったかなーっていう感じかな。チリツモなんですが、あればあると嬉しいねっていう感じです。で、個人的にね、金のやつとかいろいろ思うのが、3個までとか4個までとか6個までみたいな、なんか上限があるんですよ。それ正直ない方が嬉しかったなーって感じなんだけど、まあここら辺に関してはまあ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 、なんかあったんやろなきっとっていう感じです。で、次なんだけど、このデジマスイーツポイント、これね、もっと増やしていいって思った。あの150万なんですよ、上限が。あの余裕で超えた。あの90プラプラ周回していなくても、デジマスイーツポイントがなんか知らないけど100万ぐらい余裕で集まってたんだよね、ちゃんとスイーツ貿易してたらっていう感じで、これも、まあ確かにデジマスイーツポイントが短い、少ない方が、まあもちろんイベント完走率っていうのは上がるのかもしれないんだけど、300万ぐらいあっても よかったんじゃないかなって個人的に思います。で、報酬の内容もね、正直スイーツで毎日毎日いろいろもらえるけど、もっと欲しいって思ったりはするんで、はい。まあデジマスイーツポイントの報酬はもう少しあったら嬉しかったな。っていう感じです。以上ということでね、今回多分、イベントについていろいろお話ししてきたんですが、こんな感じとなってます。まあ大体話できたかな、キャラクターイベントについてで、サイリンとか、まあいろいろシナリオですねとかもいろいろ話すことができているので、まあ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 いいでしょうということにしておきます。で、まあやっぱ今回のね、このシナリオの点数的なことを言うと、80点ぐらいはね、あるんじゃないかなーって個人的に思ってる。それぐらいに良かった。で、マイナス20点何って言われると、最終サイリンができなかったっていうポイントなんで、うん。まあそこだけがね、本当にね、ちょっとひどかったかなーって感じかなー。シナリオとかイベントの内容とかにはさ、正直さ、何も文句ないんだけど、キャラクターがサイリンできなかったっていうのが、個人的に、って思うところだったから、まあそこさえ正直ね、なんかどうにかなってくれてたら個人的に嬉しかったのかなっていう感じかな。ということで、今回いろいろとお話ししてきたんですが、こんな感じとなっております。まあイベント自体は程よく満足しました。ただ再臨できなかったことだけが個人的にうーんって思ったんで、そこは運営さんいろいろと改善してくれると嬉しいです。では最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。面白かったよって方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバイ。